いわゆるベンチャーデッド参戦みたいな感じで、3つのもう超おすすめ制度があるんで、それ説明していきたいなと思っております。まあ、島袋さんのところのような保険のビジネスやっているところもあのバッチリ対象になります。じゃあ大野さんにみんなお願いしてもらいますね。はい、皆さんこんにちは。今回はですね、令和の借金させろ大野さんでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大野さん、超久しぶりですね。いや、ご無沙汰してます。最近ちょっとお話をさせていく機会があって、大野さん、最近 M&A バンクって会社を売る人以外にも、なんかスタートアップ関連の人も結構若い経営者とか見てくださってるんですよね、うん、っていう話をしたところ、おめっちゃいい融資ありますよみたいな話だったんで、今日ちょっと動画を撮ってますという形です。じゃあ、はい、大野さん、改めてちょっと自己紹介からよろしくお願いします。はい、今ですね、セブンセンス税理士法人というところで公認会計士税理士をしております、大野修平と申します。よろしくお願いします。デッドファイナンスの支援を10年ぐらいやってますので、一応その界隈はですね、詳しい方に分類されるのかなと思ってます。さっき島袋さんおっしゃられたように、 M&A バンク見ましたみたいな形でお問い合わせいただくことも多くてですね、でやっぱり中にはこうスタートアップベンチャーの社長さん多いんですよ。なので、いわゆるベンチャーデッド参戦みたいな感じで、3つのもう超おすすめ制度があるんで、それ説明していきたいなと思っております。いいっすね、ベンチャーデッド参戦ですね、はい。まず一つは、まあ、日本政策金融公庫という政府系の金融機関から出している、まあ、資本性ローン、あと同じく公庫さんから出している新株予約権付き融資っていうのがあるんですけど、これが二つ目で、最後は、まあ、民間の金融機関からお金借りるときに、まあ、横に保証協会つくケースが多いと思うんですけど、その保証協会が、まあ、新たに始めたスタートアップ創出推進保証っていうのが新しく始まったんで、これ最後に説明したいなと思ってます。なるほど。一つ目はどんな融資制度なんですか？これはですね、まあ、資本性ローンってやつが実は前からあるんですけど、これ非常にお問い合わせ多くて、国もですね、まあ、つい先日こう限度額を上げたり期間延長したりしてめちゃめちゃ力入れてる制度なんですけど、公庫の資本性ローンって2つあるんですよ。これまでもずっとやってた資本性ローンと、あとコロナが始まってコロナ対策で始めた資本性ローンっていう2つあるんですけど、今使うならコロナ型の方を使っていってほしいなと思ってます。それなんでかというと、金利がめちゃめちゃ安いんですよ。金利がめちゃめちゃ安いので、このコロナ型の資本性ローンっていうのを使ってほしいんですけど、資本性ローンって島袋さんご存知ですか？いやー、なんか詳しくは分かんないですけど、その字のごとく、要は借りたお金を返すのではなく、もしかしたら株に変えてもいいよ、株をある程度担保にしてね、もしくは株ちょっとちょうだいね、ローン引っ張りを、なんかそういう感じですか？全然違ったね。あ、全然違う。全然違う。でも それ系の話も今日します、この後で。資本性ローンっていうのは基本一括返済なんですよ。借りれる期間が、まあ、5年とか10年とか15年とか20年、まあ、これ高校さんと話し合いながら決めるんですけど、まあ、その借りれる期間が来たら一括で返済するっていうのがこの資本性ローンの特徴なんですよ。普通はこう元本って月々返していくじゃないですか。それが全くなくて、借りてる期間は利息だけを払いますと、その期間が来たら一括で返済するっていうのが資本性ローンの特徴です。その利息がこのコロナ型の資本性ローン使えばめちゃめちゃ安くて、最初の3年間はもう 0.5% っていう、あるんだかないんだか分かんない金利、3年経過後は黒字か赤字かによって変わるんですけど、まあ、赤字の場合はもうずっと 0.5% で、黒字になると普通の資本性ローンだと 4% 台に上がるのに、コロナ型のだと、まあ、2% 台で止まるっていう、金利がめちゃめちゃ優遇されてる資本性ローン、これを、まあ、まずおすすめしたいですね。コロナ型っていうのはコロナ型じゃないやつもあるってことですね。でってことは、そう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 、まあ、ちょっとなんかもうアフターコロナじゃないですか。何がどうコロナ型で、コロナ型で申し込めるんですか？コロナでダメージ受けましたなのか。そうなんですよ、コロナでダメージを受けてる方はこのコロナ型を使えるので、大抵の企業はコロナで影響を受けてると思うので、このコロナ型を使っていきましょうということですね。それってコロナで影響を受けてるってことは、何かの数字が悪化してなきゃダメってことですね、ある一定のところと比較して。そこは言ってしまえば、なんかそういう量的なものがあるわけじゃなくて、まあ、ちょっと質的な説明でも大丈夫です、うん、要はだから資本性ローンなんで一括で返さなきゃいけませんよってことですね。
それって金利安くしかも安いです。なんか銀行としてもそんだけ一括で返してくれるかどうかをちゃんと見ると思うんですよ。ってなると、うんうん、スタートアップ系でなんか掘ってますとか将来どうなるかわからないその案件に対して借りやすい、まあ、業種と借りにくい業種ってなんかあるんじゃないかなと思うんですけど、実際どうなんですかそこって。使えるその事業者っていうのはある程度決まっていて、メジャーなのは3パターンあって、一つは、うん、J スタートアッププログラムっていう、まあ、経産省がやってるアクセラに採択されている企業で、もう一つは、まあ、一定の VC から出資を受けてる企業、うんうん、でもう一つは、まあ、うちもそうなんですけど、まあ、国から認定されてる認定支援機関っていう、そういった機関からの支援を受けてる会社っていう、まあ、大体この3つのどれかで申し込むことが多いんですね。うちでやる場合だと認定支援機関我々と一緒にこう第三者の目線も入れた事業計画書っていうのを作って黒字化を達成したり債務超過を解消するみたいな計画をアクションプランとともに作っていって、その事業計画書をまあ審査してもらうっていう形になるんですよ。なるほどなるほど。なので裸一貫で申し込んで使いますかっていうと使えるわけではなくて、まあ、その事業計画書をしっかり作っていくっていうのがまあ一つ重要なポイントです。はい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 、はい、先生どのステージの会社が多いんですか。例えばスタートアップってのピンキリじゃないですか。例えば 2,3 人で始めてこれからやるぞって言って1年ぐらい経ってるスタートアップもあれば、もう5年ぐらいやっていて社員も100名ぐらいいますと、で事業も結構掘ってます、で調達も何億、まあ、10億ぐらいもやってますみたいな、どういう会社が通りやすいってあるんですか。実は日本政策金融公庫って大きく2つの組織に分かれていて、一つは国民生活事業っていう、まあ、シードアーリー向けで、もう一つは中小企業事業っていうミドルレーター向けの、まあ、組織、2つあるんですよ。でこのどちらもコロナ型の資本性ローンって持ってるので、実はシードからミドルレーターぐらいまで幅広く使えるのがこの資本性ローンなんですよ。うちが支援してるところだと本当にまあシードアーリーぐらいのところもあれば、まあ、ミドル の方々の支援っていうのも言ってますね。例えばうちとかどうなんですか。うちってそのスタートアップっていうよりかはその店舗系じゃないですか。でもちろんコロナで大ダメージ食らって、はい、今そこを抜けていい感じにこう上がってきているんですよ、うん、なんかスタートアップかっていうとスタートアップじゃないし、でもコロナのダメージを受けてるし、はい、でも最近ようやく僕海外教授でありながら、はい、あの銀行から あのファイナンスもできるようになったんですよ。そこの、融資との住み分け、保証協会の枠どうなるんだっけとか、なんかその辺どうなんですか。まず公庫の融資は保証協会の枠全く関係ないんで、まあ、それについては大丈夫ですし、今回この資本性論スタートアップっていう文脈で説明していますけど、やっぱり公庫のお客さんって、まあ、いわゆる中小企業も当然に対象になっているので、まあ、島袋さんのところのような、うん、まあ、店舗系のビジネスやっているところもバッチリ対象になります。じゃあ大野さんにみんなお願いした方がいいですね。通すポイント2つあって、1つはさっき言ったこの事業計画書ちゃんと作りましょうね、できれば第三者の目線入れて納得性の高い計画書を作りましょうねっていうのが1つと、あともう1つは呼び水効果があるかっていうところなんですよ。この呼び水効果なんですけど、資本性っていう名前がついている通り、まあ、例えば5年1ヶ月とか10年とか20年とかこう返さなくていい期間がありますよね。会計上は BS の負債に乗ってくるんだけども、実はこれ金融機関が格付けをするときに自己資本と見なせるんですよ。あ、なるほど、ああ面白い。そうだから借り入れが多い会社じゃなくて、なんか純資産が多い会社みたいに査定することができるんですよ。なのでこの公庫さんから資本性ローンで借りることによって純資産アップして、もうなんなら債務超過も解消しちゃって、そうすることで他行がそれに追っかけで融資をしやすくなるみたいな、まあ、こういうの呼び水効果っていうんですけど、この効果が見込めるんだったら公庫は資本性ローンやりますよっていうことが、まあ、このうまく通すポイントの2つ目なんですよね。なるほど、それめちゃくちゃすごいな。例えばじゃあうちのケースも考えると、もし次のファイナンスをやろうと思った時にエクイティとデッドがありますと、でデッドをやるためには自己資本比率がやっぱ重要じゃないですか。で自己資本比率が下がっているから、例えばエクイティファイナンスもやりませんかとか、もうちょっと自己比率上げてくれませんかっていう時に、でも株はもうこれ以上希薄化したくないんだっていう時は、まさにデッドなんだけど資本性でこれを入れて自己資本比率上げて他行から借りるという、そういう感じですか。ばっちり理解してます。それです。すごい、これそれです、うん、
まあ、コウコさんはあくまで政府系なんで、政府系の金融機関がそうやって自己資本を上げることに協力することで、民間の金融機関からの呼び水になるということであれば、だったらやっぱり資本正論、うちが出した方がいいですよねっていう判断になりやすいんですよ。なるほど、なるほど、うん。で、この他行からの呼び水、まあ、追加の融資っていうのも、理想は同時に協調でやってもらうのがいいんですけど、例えば半年後とか、まあ、大体1年ぐらいの間に他行がついてくるっていう見込みが立てば、これ呼び水効果ありっていうことで、コウコさんも資本正論をしやすくなるってことですね。なるほど。これ何気にめちゃくちゃすごいですね。めちゃくちゃありですね。いや、すごいんですよ。とはいえ、なんか申し込んだら、もうすでに長い行列が待ってるとか、事業計画を作るのに実はかなり緻密にやんなきゃいけなかったりとか、なんかあるんじゃないですか実は、うん、まあ実際あんまり使われてないんですよ。その一番の理由はやっぱり知られてないし、あと使うとしたらその事業計画書をしっかり作っていかないといけないんだけど、これをちゃんと支援できる、まあ、支援機関があんまりないっていうので使われていないだけで、国としてはこれ使ってほしいので、まあ、冒頭にも言ったんですけど、貸付限度額増やして、うん、このコロナ型っていうものの対象期間も伸ばして、もう皆さん使ってくださいよっていう、あのアナウンスはしてるんですよね。なるほど。これちなみにじゃあ今度借り入れだとした時に、いつ一括返済しなきゃいけないんだっていうのが気になると思うんですけど、それって何年って決まってるんですか？はい、そうなんですよ。いくつかパターンがあるんですけど、一番短いので5年1ヶ月で、その次は7年10年15年20年のどれかですね。めっちゃ先。マジですかそれ。それって、まあ、最長20年5年経った時に、あ、すいません、ちょっと7年経ってね、すいません10年でみたいな感じに変更できるのか、それともあなたの事業は、まあ、5年でいきましょう、でもし超える場合は借り返しましょうみたいな感じなのか、どんな感じなんですか？基本はですね、その借りる時にその返済期限を何年にするかっていうのを決めます。例えば10年20年で借りちゃった場合に、ちょっと早く返したいなと思う時もあると思うんですよ。そうする場合は、まあ5年までは絶対借りないといけないんですけど、まあ、5年以降までだったら、まあ一応あの期限前の返済というのも一応できますね。なるほど、なるほど。多分これ知らない人ほとんど多いと思います。そうなんですよね。次もこれめちゃめちゃ熱くて、新株予約券付き融資ってやつなんですね。はい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 。でこれは何かっていうと、まあ、スタートアップがお金借りるときに新株予約券を発行して、でこれを公庫に取得させるんですよ、無償で。その代わりに公庫は、まあ、必要な資金を無担保で貸しますよっていう制度ですね。ああ、なるほど。はい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 。なんかスタートアップだからなかなか信用ないから、まあ、単純に借りるってなると少しハードルが高いなっていう時に新株予約券出して、まあ、その代わりにお金を借りるっていう方法なんですよ。もうちょっと踏み込んで聞くと、新株予約券も種類あるじゃないですか。最近問題になってた、ちょっと前問題になってた信託 SO とか、まあだから無償 SO でいいのか、はい、有償 SO なのかみたいな、うん、あとどれくらい割り当てなきゃいけないのかとか、その行使条件バチバチにするけど大丈夫ですかみたいなのもあると思うんですよ。その辺はどうなんですか？はい、あ、そうですね。やっぱさすがですね。そういうところ気になるっていうのはあの実務家だなと思いますけど、基本的には無償発行します。でストックオプションじゃないんで税制適格とか全く関係なくて、単純に無償で新株予約券をコウコさんにあげるっていう感じですね。でその時の行使価格、予約券って行使価格があるんですけど、その行使価格は融資実行した時の、まあ、株価ですね。まあ、基本的には直近で調達した時の株価っていうのがそのまま新株予約券の行使価格になると。で割合は 100% なので、まあ、融資実行額と、まあ、同額の予約券を渡さないといけないということになります。ただこれ面白いのが、渡してるのって政府系の金融機関なんですよ。政府系の金融機関だから、まあ一民間企業の株を持つっていう発想がないんですよ。実は IPO の時に経営者がその公庫の予約権を買い取るんですよ。おお、はい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 。でその買い取るタイミングは基本的に IPO した1ヶ月後から2週間以内で買い取りましょうねっていうことになってるんで、経営者さんはエグジットしてキャピタルゲインを得て公庫が持ってる予約権を買い取ると。これもめちゃくちゃ良くないですか？めちゃめちゃいいんですよ。じゃこれ資金調達言えるのかな、なんかすげえありがたい制度じゃないですか。そうなんですよ。なんであんまり実務で浸透してないんですけど、なんかいろいろ考えるといろんな時に使えるなっていう気はしてますね。マックスでいくと、マジっすか？マックスはね、
限度額は。うちが結構支援してみたら、割とこれ通るんですよ。なので、まあ、今スタートアップでも経営者保証なしで結構借りれるなと思いますね。さっき の新株予約券とかも組み合わせていけば。今すぐ会社を売却する予定がなくても、ぜひサロンに入って M&A、 そして IPO を勉強しませんか。将来必ず役に立つと思います。ぜひ M&A バンクサロンでお会いしましょう。